バルーンアーチャー、何が違うんこれ。あ、バルーンアーチャー来い、大手門は抜かせんぞ。うわー、うわー、じいちゃん、じいちゃん大丈夫大丈夫大丈夫、ダダダー、ドラゴン、本物のドラゴンに、あー、本物のドラゴンになるドラゴン。どうも皆さんこんにちは、ケツです。ということで今回も久しぶりに、TABS やっていきたいと思います。もうむちゃくちゃ久しぶり。あのね、ずいぶん前にねアップデート入ったんですよ。でやりたかったんですけども、次々ゲーム出てくるもんやから、もう後回しになって、今に至るんですが、キャンペーンですね、このダイナスティっていうところまであったんですけど、新しくキャンペーンが追加されました。恋愛しなきゃみたいなやつねが追加されたので、これをやっていこうと思うんですが、その前にね新キャラとかもいろいろ入ったので、それを紹介したいと思うんですが、まあ、私がねこのアップデートで一番驚いたところはこれ、ワークショップ、まあ、ワークショップって、PC ミー以外にはあまり馴染みのないものだと思うんですが、言っちゃえば簡単に導入することのできるモッドですね。今まで私ドラゴンボールモッドとか、ワンパンマンモッドとか入れてたと思うんですけど、それは普通にダウンロードして入れるっていう形なんですけど、これワークショップっていうやつはもう簡単にモッドが入れれるっていう、まあやや公式モッドっていう感じですかね。ワークショップを押すと、ほらこうやっていろんな、TABS のファンの人たちが作ったキャラとかマップとか、あとはそのキャンペーンシチュエーションですね、そういったのを作ってくれて、それを勝手にこのサブスクライブ押したら、まあ、導入完了っていう。モッドが入ることによって運営の開発チームは本当に自分たちのやりたいことだけにリソース避けるからね。まあ、まだこれフィルター通して、まあバトルキャンペーンユニットってあれで、ユニットって検索してもまだ入ってないので、そこら辺は、サポートがまだ追いついていないのかなとは思うんですけど、まあそれだけではなくね、ここまだアンロックされてないんですが、ユニットクリエイターっていうところがあるので、いつかね、自分たちがこうやってキャラクターをね作っていけるようになるのではないでしょうか。まだまだ TABS は伸びるね。まだまだスパーいくな、楽しみです。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで、このねダイナスティっていうところが前回の新キャラやってんけど、新しくねこのレナシュシュシュンみたいなやつが新しく追加されました。でちなみに次追加されるのがこれパイレーツ、これ海賊かなが、次回のアップデートで来るらしいですね。楽しみですね。ということで早速新キャラ扱っていきたいな。ペインターみたいなやつ、これ見せて。あ、ほんまのペインターなんや、絵描きやんこれ。どういう効果あんの？あーでもコスト50か、しょぼいな。コスト50だったら簡単にやられそう。サポート系からとりあえず一回戦わしてみよう。あ、え筆で戦う？マジっけ？味方の攻撃力をなんか上げてくれる系じゃないや、普通に戦う系なんや。あーこれワンピースのあれやね、これミスゴールデンウィークやね、これカラーズトラップいうやつやん。次行こう、これはあんまり大したことない。次フェンサー、あーいいね、フェンサー見して。あーかっけー、レイピア持って、あーいいね。フェンサーはただつくだけ。おーい、おーい、あーまあ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 、もっと触ってきた私にとってはこんなん、まあ、別にって感じやな。まあかっこいいけどな。おーわ、マジでなんかちょっとぽいやん、ぽい挙動が。次、バロンアーチャー、何が違うんこれ、普通のアーチャーと。バロンアーチャー、何が違うんこれ。あ、バルーンアーチャーすごーい。最強やんこれ。はこれ最強なんちゃう。こんなんさ1500ぐらいコストあるやつも1コロなんちゃう、バルーンアーチャーで。あ、1個じゃ飛ばへん。あー何個か刺さらんと飛ばんのか、これは。あ、若干浮いた、若干浮いた。おー浮いた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 。おー何もできてねー、あー助けてーって顔しとる。はめ殺しやん、バルーンアーチャー、バルーンアーチャーやべえ。うわマジでバルーンアーチャーめっちゃ強いやんか。じゃあこれマンモスも頑張れば浮くんちゃう、
頑張ればマンモスも浮くやろ。浮かして浮かして。うわーキモい、やばい、キモい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 、ちょっとキモいキモい。集合体、集合体の俺にはちょっとキモかった。あー若干浮いてる、若干浮いてる。あーでも浮き切る前に死んでまうな。マスケッター、あれ、うわこれ公式で初ちゃう、銃が追加されてん。銃はすごいな。うおえ、ちょっと俺使いたいこれ、効果よし。おっと、うわリロード10秒、12秒くらいかかっとった。きつ、うわめっちゃきついやん。いやいや、やべえ、これ一発やな、一発にかける思いやん。オッケーオッケー、ワンダー、いやこれ無理や、これはきつい。あーだーだ今度ハルバード、処刑人やん、強そう。あー距離あるね、あーリーチ長いからええー、な。まあでもふーんって感じこれはふーんって感じかな。ジョースター、わー来た、きへー来た、ついに。うせや、ちょマジかよ。てってれれーれれれーれれってれれー、カオスソルジャーじゃないか。てん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 、かっこいい、かっこいい、騎兵や。お馬のパカラパカラっていう音が聞こえる。うおーおーあの動きが、自分の動きが速すぎて近づけてないやん。なあずっとクルクルしてるだけやんか、気まずいねんってこれ。ちょちょちょ、扱わせてじゃん。おー、あー盾と槍両方で攻撃できる。スワン、パカラ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 、せいやー、ははー、我らは中山西洋竜尊が襲う竜玄徳である、せいやー。パカラパカラパカラ、全然倒されへん、うらっしゃあ、これまさしくロマンやね。ちょっとタイマンさせよう。おお、武将同士の一騎打ち、うわーかっけー、打ち取ったのは赤、うわー俺もやりたい、俺もタイマン張りて、しゃあ来いよ。私は大手門の守護神鬼行面元力なり、来い、大手門は抜かせんぞ。うわあ素晴らしい一撃だった、完璧だったぜお前のその、あ見て、敵の方が鬼行部やったな、俺のこの喉元を切り裂くような一撃で。これはダ・ベ・ビンチタグは、何これ傘みたいなやつ、とりあえずやってみるか。メリーゴーランドみたいな、え中の運転手、うわしかもこれ歯車とか、歯車となって切り裂いてんじゃん。えこんなタンクはあったん、いやこれはさすがに実在してないっすよね。えこんなタンク実在してた、これ中の人死ぬんちゃうこれずっとぐる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 回転させられてさ、さすがに中の人死ぬやろこれ。ちょちょ中の人息してる、これ大丈夫、中の人、ちょ中の人大丈夫かなこれおじいちゃんやかわいそうおじいちゃんだってさ、ここの上の取っ手の掴むところ握ってさ、これ弾装填とかしてる場合ちゃうやろ、自分が振り下ろされんように必死やん、なあなあっておじいちゃん、おじいちゃん大丈夫、おじいちゃん、はあ、ちゃんとでも敵の方向いてんね、おじいちゃん、あて浮いてるやん、浮いてる、振り落とされるぞ、あぶねえ僕この人の視点になりたいけど、回さな回さな、うわじいちゃんじいちゃんじいちゃんが見えるおじいちゃんが一瞬ずつ見える、俺この視点か、おじいちゃんが、おじいちゃん、おじ
見えてくるの、これシュールすぎるやろこれ。騎馬戦させてみたい、角翼に陣同士で。うはー、かっけー。いやでもここら辺でこうバチバチバチってぶつかり合うんじゃなくて、こうバサンスーンバサンスーンって言ってほしいな。あー、ありやん、いいやん、エッチじゃん。ということで、キャンペーンやっていきましょう。あ、ニューアートウェーブ。まあ、キャンペーンは、そうそうそう、敵が、新キャラ使って、こっちは新キャラ使えないんですよね。こっち2000コストか。いや、てか忘れたな、やり方。何が強かったっけ、何のキャラが強かったか、もう全然覚えてないわ。あ、バルキリーや。バルキリー強い。バルキリー強かったはず。そう、これ空から飛んでいくのめっちゃ強いねって。敵の攻撃効かへんもん。わかった、これや。こいつ強かった、強キャラやったはず。火を吹くドラゴン。はい、ありがとうございます。いやー強い、わはははは、強い。ゴミゴミ虫ども、燃え尽きてしまえお前らなんか。はい、ジージー、イージーなんだよ。本気であればこの程度。うわ、やべえ、これバルーンアーチャーおるんちゃう、さっきの。これあかんって、これバルーンアーチャーやばいって、これチートやって。いやもうバルーンアーチャーおるから、もうこれもドラゴンで固めよう。ドラゴンやったら重いやん、重いから飛びにくいはず。でこれで2000コストやろ。であとは後ろにコマゴワッとしたやつをあまりちょっと置くか、誰でもいいわ。これで いった。大丈夫大丈夫大丈夫だ、だドラゴン、本物のドラゴンに、あー本物のドラゴンになる。ドラゴン、あかん、ドラゴンがドラゴンに憧れてる、本物、本物になろうとしてる。ちょっと、ちょ、バルーンアーチャー強すぎるって、無理やこんな。いや、あかんあかんあかんって。じゃあ初動、ここにザコイコストの安い兵士をいっぱい置いて、こいつにバルーンを集めよう。で後ろからドラゴンや、これ、この前半のやつは布石で、かつ生贄、これでどうや。よし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 、バルーン、バルーンを手前で消化させて、おはは、完璧か俺。おはめっちゃ上がるやん、助けてーって言わんばかりの。あれ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 、ちょっと頑張って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 、こらえて、離すな、その手を離すな、その手を離すと、お前を落ちてしまう。あーあー、頑張って、落として、落として、グッてグッて、ナイス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 、グッて落とせ、グッて、あー頑張れ。わかった、バルキリーや、バルーンの天敵は。そうやろ、バルキリーやったら当たらんや、多分避けてくれるはず、弓矢を、素早いから。これでどうや。よしよしよし、まずバルーンからやれ、バルーンから、バルーンやれ、バルーンバルーンバルーン、バルーンを目指してけ、バルーンを目指してけ。あかんか、いや効かんの、バルーンで浮いても俺、俺ほら、そう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 、ほら浮いてるから、元々が浮いてるからさ、ほら来た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 、しゃあ、あと一匹や。いや違う、ワンオーツーや、落ち着け落ち着け、あ落ち着いて落ち着いて落ち着いて、いやこれでもこれ何歩かやればもう勝てそう。マジか、これさ、そういえばこの侍ってやつ弓矢叩き落としたよな。これで終わりちゃう、もしかしたらバルーン効かんのちゃう。ほらバルーン効かんかった、今見た、バルーン効かんかったね。バルーンが来ても大丈夫、チャキーンって、ほら、指は跳ね返してから、マジザバ、赤食らってる。あれでも、いやほらもう大丈夫、これ絶対勝てるもん、絶対勝てる。いや後ろからの弓矢はやっぱり刺さるんや、後ろから刺さってる。クソ、意識をしっかり、まだお前は生きてる、まだお前は生きてる、勝て、戦え、戦うんだ、立って立って戦え。侍は弓矢弾いてくれるだけの存在っていうことで、2体ぐらいでいいわ。これで初手の弓矢は安全。せやろ、あ、じゃあもうこれ後ろにドラゴンでいいんちゃう、これや、初手カンカン弾く、で侍ごと燃やせ燃やせ、何もかも燃やしてくせ。あかん、こんな、もうこんな奴らに負けんといて。どんどん浮いては落ち、浮いては落ち。見てくれこの停滞した。
浮いては落ち、浮いては落ちやぞこれ。なあなあ、俺もうめっちゃ強いやん。あ、もうバルーン無理やって。なんか天敵おるやろ。バルーン奥の手使うか。アーチャー、アーチャーをここに召喚する。そして、私がこいつを操る。てってれれーてれれーれ、四角からのスナイプ。あれ、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 ここもうちょっと出したらいけるか。ライスライス、お前ら頑張れ頑張れ。四角からのスナイプ、よっしゃー、当たったやろ。はる、なあ、あいつどこ行くの。あいつら、あいつらどこ行くの。え、もしかしてこれ登ってこれるとか。うせやん、なことだよ。さすがにくらっ。登ってきたー、やばい、うわー、あかん、うわー、うー、あ、登ってこれるん、ここ。あ、ここすげえ、マップめっちゃ作り込まれてるやん。あー、こっからこういけんのね。あれっていうことはもう勝ちやん。後ろにヒーラー6人置いて、遠距離部隊、手裏剣投げたり魔法を投げたりするやつ、これでいくわ。よし、後ろにヒーラーおるから大丈夫、いけるはず。もうすぐ出会うぞ、もうすぐ出会う。目に物を見せてやれ。遠距離攻撃で大丈夫、浮いても大丈夫。 あんまり浮かんから大丈夫。あ、めっちゃ浮いてる。大丈夫大丈夫、壁あるからね、壁あるから大丈夫やろ。ナイス、イチコロちゃう今の。あと3人、距離詰めてけ。ヒール、ヒールが後ろにあるから大丈夫よ。何度でも立て、そして前進しろ。あかん、こいつビビる後ろ。うわ、マジで芋。オッケーオッケーオッケー、上に浮き切らんし、ヒーラーおるから。風船でたとえ上に上がったとしても大丈夫、まだ前に詰めれる。ヒットポイントは削れない。手裏剣投げろ、そろそろ。オッケーオッケー、前に入った。よし、やれやれ、よっしゃ。長、うわー、やべー、俺も戦いてー、それ。いやー、俺も使いてんだよなー。なんか、うー、昔の騎兵でいくか、初期の騎兵。初期の騎兵で、よし、騎兵 VS 騎兵、さあ行こうぜ。どっちが本物の騎兵か。うわー、大丈夫大丈夫、ナイスナイスナイス。ほら、俺の方が荒ぶっとる。おい、おい、あかっこいい、とどめの刺し方がマジでかっこいい。なにこれ、めっちゃかっこいいやん。うわ、見てこれ、超かっこよくないこれ。モンキーキング1体でいくか、行ってみる。これ分身すんねん、モンキーキング。さあ、私もわかるかな。残念だったな、トウ。見ろ、この圧倒的な跳躍力、これが私の力よ。私は1体だけじゃないぞ、分身の術も携えている。さあ、泥沼になってきました、この試合。泥沼っすね。なんだこれ、ほら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 、影分身の術よ。残念だったな。本物はどれかわかるかな。私は三位一体、ナルトの中忍試験の頃に上忍の放った三日月の舞、それを放っている。私がどれか本体がわかるかな。やるじゃねえか、三分の一の俺の本体を確実に仕留めやがる。じゃあもう、はい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 、わかったわかったわかった、もうこれやろ、弓矢、近づく前に弓矢で、はい、おしまいです、ありがとうございました。無理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 、おお、こっち人数多いから。ほーら、馬失った。さすがの鬼行兵でももう無理じゃん。あれ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 、ちょ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 んって、あれ、ちょ、頑張れ、逃げろー。どっはわかった、もうこれバリスタ一撃必殺貫け。うっ、バーダー、くそ。もうちょっと後ろかな、最大距離まで離れて、正面にあの時間稼ぎのシールド2人置いとくわ。でこいつにちょっと時間を稼いでもらって、ほら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 、迂回してるところ確実にさせよう。わはは、ベル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 、バーバカが、ナイスナイス、時短想定確認できるんじゃ、時短想定、時短想定確認、進路クリア、カタパルト装着、システムオールクリー、ゴッドフリーと標準1番2番って。はい、ということで久しぶりにやるとやっぱ面白いなこれ。今まで派手なモッドばっかり扱ってたから、普通の公式の追加キャラなんて微妙ちゃうのとか思っとったやけど、バルーンとか騎兵とか、なんかあのようわからん戦車みたいなやつ、面白いね、おもろい。
ということで今回はこの辺でまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。